ジャン君。はい、ジャン君。ジャン君、ジャン君。エリザベスカラーつけたいまーす。もうちょっと。何が起きたかというと、わからないんです。わからないんですが、顎のここのところに腫れが、傷があって腫れています。まあ推測ですけれども、ジャン君とポンちゃんが取っ組み合いでもしたんじゃないかと。で、足のケリケリの強いポンちゃんの爪が当たったかな。そんな感じです。で、昨日から腫れてるんですが、自分で引っかくので、治りが悪そうだから、エリザベスカラーつけています。あまり、元気がないとかだったら病院に行くようにします。昨日はね、でも大丈夫だったよ、俺が一人でいる時は。なんか帰ってきたらさ、ずっとさ、うん、ベッドから出てこなかった。まあ寝てるっていうのもあったけど、でも大抵ほら甘えるじゃん。一人でライブやって、その後ズームやったんだけど、甘えに来てたよ本当。その後、うん、なんか甘えに帰っても甘えにあんまり来なかったから、うん、でもその後ちょっと出てきたりはしてたんだけど、朝昨日遅かったからね。まあそうなんだけどね、まあ、寝てるっていうのもあったんだけど、うん、まあ、あと朝目が覚めても、うん、あんまりこう、あ、起きたの？甘えるって言ってこないかったので、うん、ちょっとあれかなって、いつもよりは、まあ大丈夫じゃないかなと俺は判断しています。まあ様子を見ます。ポンちゃん、その奥にジャン君。ちょっと見えないな。ジャン君、ジャン君調子どうですか？顎腫れてたから熱持ってたりしますか？もしあれだったら明日病院行きますか？そろそろ真央ママさん帰ってくるので相談しようかな。ジャン君、明日の朝まで様子見ですよ。ポンちゃん、ポンちゃんも心配してジャン君のとこ行ったの。どうだった？どんな感じでしたか？エリザベスカラーつけてるから身動きがなかなか取れないんだけどね。で、寝てんのかもしれないけど、寝れば病気や怪我は治りやすいので、とりあえずね、後でちょっと確認してみましょう。